アートハードクラブ。ラジオ局の閉局に伴いアートハートクラブも最終回となります。2011年のスタート以来10年間にわたって放送してまいりましたアートハートクラブ、初代のパーソナリティの春風亭一之輔さんから現在の有明一郎さん、そして私大沢桃子まで様々な思い出が詰まっていますよね。アートハートクラブ最終回、アートハートクラブ。演歌歌手の大沢桃子です。ラジオ版アートハートクラブ、9月26日土曜日夜7時からなんと10年間10周年ということで、皆さんにずっと愛されてきたこの番組、感謝の思いで最終回を迎えることとなりました。私も最終回だけに、いつも以上にあんなことこんなこと感謝の思いをお話しさせていただいてます。ぜひ皆さんお聞きください。そしてネットテレビアートハートチャンネルアーチャ、こちらの方はさらにパワーアップしてこれからも放送してまいりますので、これからもぜひお付き合いください。見て聞いてください。大沢桃子でした。